どうも、ドズルです。はい、アップデート、皆さん来ましたね。アップデートもうしましたでしょうか。結構ね、マルチでもクラン対戦でも変更点盛りだくさん、大型アップデートということで、今回クラクラチャンネルはですね、非常に盛り上がっております。まあ、盛り上がってる理由としましては、アップデートが来たというのももちろんあるんですけれども、今回の対戦相手、スターウォーズスペシャルさん、こちらのクランですね、今回、クラクラチャンネルを倒すために、結成されたスペシャルクランでございます。まあ、8クラン以上、すごくね、たくさんのクランから、メンバーが集まって結成されたこのクランなんですけれども、タウンホール8エリート、かなり、強いクランですよね。タウンホール8エリートの皆さんや、あとはね、クラクラチャンネルの元エースも、数名ちらほら入っていると、言ったクランでね、アップデート後一発目からかなり、いいクラン対戦となっております。で、今回の、この対戦でね、結構アップデートによって変更された点とかね、こういった戦術が今後強くなっていくんじゃないかっていう予想が、少しずつ立てることができたので、今回はアップデート後の、クラン体制についてあれこれ話しながら、まあ、リプレイをね、見ていきたいなと思います。ではまず、リプレイを見ながら話していきたいと思います。ネロさんの初見前回ですかね。初見でこのベースを落としてくれました。このベース非常になんか気持ち悪いですよね。気持ち悪いって言ったら失礼かもしれないんですけれども、真ん中にね、テスラが入ってきた時に全然こう攻める戦術が変わってくる感じのベースなので、今回ネロさんはアースクエイクを使って、真ん中にいきなり壁を開けましたね。で、ちょっとね、考えてほしいのが、アースクエイクを使った戦術っていうのが今後かなり強くなってくるんじゃないかなと思います。特にアースクエイクとホグライダーをもう陸ですよね。アースクエイクを使った陸攻め、純粋な陸攻めっていうのが、今までよりも強くなってくるんじゃないかなと思います。その理由としては、アースクエイクを4発使っても、タウンホール9だと、ヒールもしくはレイジが3つ持てるんですよね。もちろんポイズンが使えなくなるっていうデメリットはあるんですけれども、まあ、実際最近ポイズンで援軍処理しにくいユニット、例えば、ドラゴンだったりラバハウンドだったりっていう防衛援軍が多いので、それだったら、普通の援軍に3つ、呪文を割いて、普通の呪文に3つね、割く方が、まあ、火力的には強くなってくるのかなという感じで、今回このような戦術を使ってくれています。で、これはターンホール8においてもね、有効なんじゃないかなと。今回のクラン対戦で結構アースクエイク4つとヒール2つで、陸攻めをしてくれてるターンホール8の人がいるんですけれども、かなり強いんじゃないかっていう結論になってます。まあ、まだまだね、今からこう、陣とかも変わってくるとは思うんで、まだ、アースクエイク最強っていう結論が出たわけではないんですけれども、まあ、今後やっぱ時間も伸びたので、アースクエイクを使ってね、陸攻めっていうのが全開確率っていうのは高くなってくるんじゃないかなと思います。もちろんハイブリッドや天才戦術、クイヒーといった戦術も、今後ね、生き残ってくると思いますけれども、アースクイックっていう呪文自体が、まあ、相対的に強くなったんじゃないかなというのが、今回のアップデートのかなり大きい要素ですね。やっぱり闇呪文が一つ寄付できるっていうのがね、それだけでもやっぱアースクイックを組み合わせる戦術の幅が広がったかなと思います。で、さっきちらっと言ったんですけれども、クイヒーですよね。アーチャークイーンにヒーラーをつけた戦術。このクイヒーについてなんですけれども、クイヒーはね、生き残ってます。結論から言うと。ただ、少しクイヒー自体は弱体化したのかなと。回復量自体は少し減ったのかなという気はします。今まで2つの施設から攻撃を受けていて、ヒーラー4体で回復していった時は、少しやっぱり増えていたんですよね。回復的に増えていたんですけれども、それが若干減ってきたのかなという気はします。ただ、時間の延長と、クイヒーっていうのは非常に相性がいいので、やっぱりクイヒーっていうのはね、序盤アーチャークイーンで、施設を削っていく、おお、みんな言ってる。施設を削っているので、まあ、その分、時間延長されたってことで、クイヒーっていう戦術は相対的にもしかしたら強くなってる可能性もあります。今までね、クイヒーでやっぱり一番大敵だったのは時間切れっていう概念で、で、その時間切れのリスクが少し減ったんですよね。やっぱ30秒伸びて。それによってクイヒーっていうのが回復量は減ったけれども、もしかしたら相対的に強化されたんじゃないかなというのもね、今
研究中ですので、話し合い中ですので、皆さんもですね、ぜひ、クエヒで前回取れたよなんていう方はコメントに書いてくれると嬉しいです。さあ、続きまして、メントスさんのタウンホール8の攻め見ていきましょう。さっき言ったようにね、アースクイークを寄付で1つもらって、アースクイーク4つ使って、あとはヒール2つを組み込んだ陸攻めです。まあ、今までもね、やっぱり、タウンホール8の陸攻めっていうのは、ゴレウィズですよね。要はゴレウィズ攻めっていうのは結構、開発されてきて結構使ってる方よく見るんですけれども、やっぱりね、アースクイークを使うとどうしても自利品だったんですよね。私も今までやってきたんでわかるんですけれども、アースクイーク使っちゃうと、あとはポイズンとヒール一つしか持てないので、どうしても自利品だったんですけれども、今回のようにヒールが二つ持てるようになったっていうのは非常にでかいのかな。ただ、援軍の処理がポイズン使わなくなったので、援軍の処理をしっかりしていく必要がありますよね。今回メントスさん非常に落ち着いていて、しっかりね、壁の開ける位置とか、ゴーレムのね、流し方とか非常にうまかったですね。ここで、援軍が登場してきて、援軍処理用に、ウィズをね、追い図出します。でここで、ヒーリングを打ってバルキリーを回復させながら、ウィザードで相手の援軍をやっつけていくと。で結構フォグライダー大量に持ってきてますよね。やっぱフォグライダーの強さっていうのは相変わらずだと思うので、まあ、しっかりクイークで広めに開けて、陸部隊、バルキリーとかゴーレムとかウィザードたちで巨爆を積極的に踏んでいって、残りをフォグライダーでこう蹂躙していくっていう戦術がやっぱりいいのかなと思います。特にこの戦術今まで時間切れの概念もやっぱ多かったんですよね。この戦術ね、結構序盤ゆっくりしすぎて時間切れになっちゃうってことも多かったんですけれども、今回やっぱり時間切れのリスクも減っているので、こういった戦術が今後強くなってくるんじゃないかなというのが、まあ、正直な、まあ、今回のアップデートの、まあ、話し合いの感じですね。実際わかんないですよ。全く新しい戦術が生まれてくるっていう可能性もありますよ。タウンホール9においてはフリーズが解禁されました。でフリーズのレベルが1から5あるんですけれども、タウンホール9だと1までしか使いません。ただ、時間が伸びました。今までのフリーズレベル1っていうのは、時間4秒だったんですけれども、それがね、5秒になりました。で、フリーズのマックスレベルの時間は変わっておりません。なんで、今までのフリーズレベルの2から5が、こう、1から5になったみたいな感じですかね。今まではフリーズレベル2が5秒だったんですけれども、それがフリーズレベル1で5秒になったので、まあ、フリーズレベル1から4が少しずつ強化されたという感じで捉えていただければなと思います。なんでね、やっぱりタウンホール9でフリーズを使った戦術っていうのがもしかしたら今後出てくるのかもしれません。ただね、やっぱりフリーズっていう呪文がインフェルノタワーに対する呪文っていう意識が強いですよね、今のところ。なんで、そのフリーズレベル1をね、どうそのタンホール9の全開戦術に組み込んでいくのかっていうのが、今後ね、楽しみなところではあるんですけれども、まあ、今回のこの動画ではね、クエイクが相対的に強くなったよっていうのを皆さんにお送りしたくて、動画にしました。またね、クイヒーを使った戦術、まあ、その他の戦術についても、どんどん動画を上げたいと思いますので、そちらの方も楽しみに待っていてください。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。